はピットまではわずかに4号艇の岡崎が遅れまして、早くも6号艇回り込んで菊池、その懐に3フタ、そして1号艇でしょうか、激しいコース争い、大一番でコース争いが1フタ36、あとは54、後ろ4号でしょうか。今年も頂点を目指しての平成ラストの賞金バトルもいよいよ最終章、これより1億円争奪のクリスマスイブ決戦の第12レースのグランプリの優勝戦、一分審回転を始めました。さあ1号艇の峰竜太、今年は賞金ランク第2位の1号艇乗りで初部位に応募、2号艇で井口義則、2年連続6度目の頂上決戦で今年のファイナル2号艇、そしてここで5号艇が回り直しましてボス島、3号艇の白井が3区を使われて4年ぶり2度目の頂上決戦、そして6号艇が入って菊池康平、3年連続の頂上決戦、そして4号艇入って岡崎康弘、8年ぶり2度目の頂上決戦、そして回り直した5号艇のブス島、賞金ランク第1位が6コースから、さあここは勝負となっています。スローが1蓋364となっていまして、ダッシュが5対1、昨年のファイナリストが4人で揃っていよいよ平成最後の大勝負、これより2018年の頂上決戦第12レースグランプリ優勝戦、5対1で進入です。インコースから1番2番3番6番4番5番で間もなくスタート、2秒1秒、今スタートしていきました。このスタートはセンターから6号艇の菊池康平で、内側から1番2番も伸び返して、1マークはインから先前、1号艇の峰竜太握っていった、6号艇を刺して2号艇、あとは4番3番5番ですが、バツイッチャー渾身のまあインス編から1号艇の峰竜太が見事に踏ん張ってイン逃げ成功、さあしてきたからすに2号艇6号艇両者が並んでまいりまして、あとは5号艇3号艇4号艇の順、なおスタートは正常でした。ナインタンマークトップのマークがグランプリ初セーターに向かって人気の中心、1号艇の峰竜太突っ込んでくる、5号艇の外から6号艇内から2番3番4番ですが、激しい2番から水はここでわずかに真ん中から前を絞って5号艇のブス島上がってきて、レーサー2周目へと入ります。先頭は早くもぶっちぎって完璧なイン逃げで1億円バトル、見事なイン逃げ、1号艇の峰竜太、さあして2番から水ですが、5号艇のブス島2周目の若干マーク、5号艇の後ろから6番3番2番ですが、さあここも賞金ランク第1位の位置で5号艇のブス島が2番手を踏ん張って1番と5番、その後ろ3番手集団に今度は2六3と3手かかって、最後方の4号艇の岡崎だけが遅れています。さあ第2ターンマークはトップで抜け出した1号艇の峰竜太が SGV2 へと向かって、そして2番手には5号艇のブス島マコが競り勝っていまして、後方の3番手の2号艇3号艇6号艇わずかにここで3号艇の白井が上がってきて、奇数艇の1号3艇最終周回へと入ります。ラスト1周で先頭に1号艇の峰竜太、平成最後の頂上決戦は見事陰線から気合の走りで峰竜太、2番手は現在5号艇のブス島、そして3番手争い3号艇の白井英二、最後にバックスイッチは奇数艇トリオ、1号艇5号艇3号艇1号3艇固まっています。さあ1号艇の峰竜太ですが、平成最後に大仕事、今年は見事にオーバーザトップでグランプリ初制覇、そして2番手5号艇3番手3号艇で最終ターンマークを回って最後の直線構成で入りました。昨年のリベンジで見事平成ラストの頂点となって1号艇の峰竜太が1億円バトル先頭で1号3でまもなくゴール、優勝1号艇峰竜太ゴールイン、 SGV25 番ゴールイン、3番2番6番ゴールイン、4号艇の岡崎ゴールまであと 50m ほどです。最後尾に4番がゴールイン。